右バッターね、はい、光がこう目立ちますね、やっぱり引っ張ると特にこの低めに来た変化球、まあ、ストレート系でもそうですけども、やはり内野ゴロになりやすいですからね。さあそうしますと先ほど辻がセンターから右方向を狙って粘ったような、うちは阪神にしか勝てへんなというふうにぼやいておりました。もう中日広島ペースを踏んで一度にも、はい、ピッチャーがワインヒットさらに突き放すチャンス、ヤクルトスワローズ打ち上げた、これはレフト清水が抑えました。平間の時にですね、長嶋監督もちょっとグッと身を乗り出して、はい、ブルペンのマリオの方をなんかギッと一回見たんですよね、この辺りどうかなという感じがしますが、それから雨がポツポツとちょっと大粒の雨が落ち始めてきました。あ、大粒の雨ですか、はい、なるほど。運球を告げます神宮球場。8回の裏の攻撃、1点を返してなおもワンアウト2塁1。ここまで古田は内野ゴロ2つ、そしてこの前の打席では三振といいところがありません。しかしファンはもちろんこの打席古田のバッティング期待しています。こんな予感、これまでの前の打席を踏まえてどうですか。斉藤の内容がちょっと違いますんでね、はい、コントロールミスが結構出てきてますこの8回。あ、そうですか。ですからなんか斉藤危うしという感じは思ってます。斉藤危うし、斉藤じゃなきゃマリオに手が出るんだけどね。ここはしかし三塁側、長嶋監督斉藤に託します。ワンアウト2塁1塁2エンド1、追い込んでアウトコースのボールは ここは古田、進化する野村 ID を引き継ぐ古田の読みが勝った。それとも斉藤村田のバッテリー裏を書いていくか。やっぱり怖いですよ、岸川っていうのは。ピンチランナーは吉原です。そして代打の井上、今シーズンまだ初のヒット生まれるかどうか。ね、6月21日に再登録されて、そして初めての打席ということになります。この7月は、しかし3球三振、代わりで終わらせなければいけません。この回この一瞬遅れてる、着手しました。フォークの握りを見慣れない、今グラブの中にね、はい、ボールをこう入れてます。最初からね、はい、今まではもう最初から握ってましたからね、相手にもフォークの握りが分かるようなタイミングでした。田監督はグラブの中で握ろうとすればするほど逆に力が入ったような表情が出て見抜かれるんじゃないのというふうに牽制球を送っていましたが、2エンド1、追い込んでなんとかバットに当てた形。サードから一塁に送球、崩壊してくるというか、はい、なんかエラーが出るとかね、ランナーのフォアボールが出るとかっていうことから1点1点で返すしかないんじゃないですか。いい当たり、右中間スタンドへ届きました。ソロホームラン、thank you.
対1になりました。あ、この3連戦初めてポンキッキーズのガチャピンムック、そして30時間テレビのイメージキャラクターのユメリンが選手を出迎えという形になりました。オマリーの第12号ソロホームラン。ストレート、矢田さんうまくすくい上げたんじゃないですか。ただね、ガルベスのね、その攻撃に対して左バッターのインサイドですね、はい、結構素直に入ってくるんですよ、シュート回転気味でね、外のボールはもう本当にシュート回転で打ちにくいんですけどね、左の内のボールはねチャンスボールなんですよね、で逆に言えば右バッターも外のボールは意外とこう素直なボールですね、はい、狙いは右もやっぱり外のボールじゃないですか。あ、そうですか、ね、さあ5対1となってバッター、僕が言われたようにねインコースいっぱいに投げたベストのバッテリーです。ロングヒットコース、肩は2塁へ、清水が追いつく、滑り込まないツーベース。もうナイター祭りはですね非常に面白い、いろんなドラマが起こるんですね、皆さんね、はい、古田初球打ちマックへ、肩は三塁へ、力負けしないっていうのは難しいというようなことを言ってましたね。あ、そうでしょうね。放送席でも右バッターは外の入ってくるボールという話をしておりました。さあ池山、ワンアウトランナー3塁ね、野村監督がね、勝ちたい勝ちたいでやることなんか見失ってるんだと、当たってないバッターはなんか自分がこう決めてやろうという意識が強すぎる、難しいボールに手を出して甘いボールを見逃すのが今のスワローズだって言ってましたが、まあ選手はそうなりますけどね、だからそこをこうコントロールするのは監督の方が大事ですから、また三遊間、2点目スワローズ。関根さん、はい、2点目が入りました、これでねゲームは僕もつれると思います。これ自体もこう高めに浮いてきてますからね、はい、これは非常にこう固めましたよ、少しね手首をしっかりして打ち返しましたね。なるほど、大臣ガルベスというね、意味もありますが、知ってますよね、肩で大きくしていますが、球種が少ないだけにこう遊べないんですよね、抜けるボールがないから。インサイドのボールもちょっと落ちてますよね。いきます。あ、左がちょこちょこ絡むと面白いですよね。これカウントワンスリー、もしフォアボールで次バッター田畑なんですが、その場合はスワローズは動いてくるのか、はい、でしょうかね。しかしそのためにはこのミューレンが出なければなりません。現在ネクストバッターズサークルではジョーがバットを持っています。サードゴロ、